避難者カードについて、まあ、これちょっと議場配布資料をちょっと見ていただきたいんですけども、これ7月8月にかけてですね、まあ東日本 大震災において、その避難所運営について要介護者、高齢者、障害者、妊産婦、外国人の等のやはり、配慮が必要ということでですね、平成25年6月には、災害対策基本法が改正されました。そういった中でですね、昨年の常総市の水害やそして熊本地震、報道を見ていますと、やはり避難物資、物資は送られるんですけども、うまくこう支給ができないという問題が起きておりました。そこでですね、この7月8月で、超党派の議員で1回ですね、県内さまざまなちょっと避難者カードを調査してみようという取り組みを行いました。で結果、佐倉市の結果はその表の一番上なんですけども、ほぼほぼ今できているような状態でございます。それで、近隣の埼玉、そして千葉県、東京23区で見ますと、県内、千葉県内では避難者カードができていない自治体が3自治体あるなど、さまざまな問題が出てまいりました。でこの避難者カードをですね、賛否両論あるんですけども、初めにこういうチェック機能を備えることによって、避難所の中に今いる方の状況、そして必要な物資等も把握できて、後々避難所運営がうまくいくんじゃないかということを想定いたしまして、今回そのような質問をさせていただきます。それでは質問ですが、災害時避難所の受付、避難者の把握するために必要とされている、物資の把握などにもつながる、この避難者カードの取り組みなんですけれども、今後避難者カードを見直す際にその、この調査等を受けて、どのようなものを追加して いけばいいか、そして今後どうしていきたいかということをお伺いいたします。危機管理室長。お答えをいたします。本市では避難者を避難所に受け入れる際、避難者カードに記載していただくことになっております。この避難者カードには、今議員の方からご提出のいただきました、住所氏名等の基本情報のほか、健康状態、要援護の場合の事由、怪我、病気の状況等を記載する項目があります。また避難所には要配慮者等避難者名簿というものも配備しております。この名簿には、要配慮者の方の現在の状況と必要とする支援を記載する項目があります。避難者カードや要配慮者等避難者名簿には、支援を必要とする事由について記載する欄が、自治会名であるとか、勤務・就学先、資格、アレルギーの有無などの記載する項目はございません。避難者の状況をより多くの項目から把握することは、迅速かつ的確な避難者支援につながるものと考えますことから、避難者カードや要配慮者等避難者名簿の修正時に記載事項の項目の追加や見直しについて検討を加えさせていただきたいと思っております。以上でございます。高木議員。議長。はい。他の自治体に比べてっていう表現はちょっとあれなんですけども、比較的佐倉市の方はですね、ペットの同行避難等もですね、別紙でこう準備してあるですとか、あと同じページにこれ書いてあるんですが、外国人に対するですね、表記っていうのはちょっと今回ないんですけども、以前の議会でお祈りする場所をまた準備するですとか、さまざまな取り組みが今進んでると思いますので、より一層ですね、この今県の方も一回ちょっとこういった形で避難者カードを見直すような動きも出てくるそうなので、ぜひですね、それに合わせて避難者カード、全て避難所の受付の入り口のところで把握すれば、後々いろんなことがスムーズにいくと思いますので、ぜひこの辺をですね、推進していただきたいと思います。以上でこの災害対策についての質問は終わらさせていただきたいと思います。